徐々に上がってきている状態ではあるので、このまま調子を維持してしっかり大会に挑めるように調整していきたいなと思っています。2回目の海外ということで、やっぱり世界の選手を見ることもそうですけど、やっぱり日本の野球っていうところをしっかり見せつけて、日本の野球はこういう技術を持っていたりとか、そういったところをしっかり他国の選手にも見せつけたいなと思っています。やっぱり選ばれた時はやっぱり安心したというか、世界の選手とまた戦えれるっていうところ を一番に思いました。初めて選出していただいた時より、やっぱりトレーニング量であったりしっかり練習してきたので、そういったところが選出につながっているのかなと思っています。特にやっぱり打撃であったり打ち分けるっていうことをしっかりできているので、そこを評価していただいているのかなと思います。冬を越すっていうところもあったので、やっぱり冬練習はトレーニングとか体力作りっていうところ、土台をしっかり作らないといけないので、その次のシーズンを戦い抜くための体力をしっかり作らないといけない。とにかく調子の維持をするのと、しっかりとした体を作るのに、まあ、その分筋肉量も増えて、春先はその飛距離が伸びたりっていうのところをしっかり実感できたので、でもやってきてよかったなっていうのは実感しました。ジャパンの選手みんななんですけど、やっぱりアップからの入り方であったりとか、一つ一つのメニューに対しての意気込みとか集中力っていうのが全く違うので、そういったところを伝えていきたいなって思ってるんですけども、やっぱりなかなか伝えきれない部分もあるので、しっかりそこは姿勢で見せていきたいなと思っています。香港の時は時差があまりなかったんですけど、カナダはマイナス13時間あるということなので、どういった状況になるかわからないので、しっかり向こうに行ってからの状況っていうのをしっかり把握して挑んでいきたいなと思います。女子野球はこういうものだっていうところをしっかり伝えていくのと、やっぱりまずはその女子野球を見てもらうっていうところで、楽しさであったり魅力っていうのを感じてもらいたいなと思っています。まあ、総攻守全て見ていただきたいんですけども、全力プレーであったりとか、隙を狙う走塁とか、細かいプレーっていうところをしっかりついて、得点にしっかり絡むような走塁であったりとか、チャンスで一本っていうところ、一つ一つに対するプレーを見ていただきたいなと思います。7連覇がかかっている大会なので、しっかりと歴代のジャパンの方々が築いてきた歴史をしっかりと受け継げるように、7連覇目指して頑張りたいと思います。